佐合屋留男、1953年。佐合屋留男は、日本の右翼活動家、熊本県出身。別名は、佐合屋義明、原用社系右翼団体愛国者党員。浜口有子首相暗殺未遂犯。本席は、長崎県東そのぎ園そのぎ村だが、真の吉林省は竜県大へしゃげ子で生まれ、朝鮮の中世南道大多面に転居指導地の小学校を卒業。 15歳で家出し、福岡県大牟田市に暮らす聖母の助里や磯のもとに、寄宿し、同地で日本優先栄光丸の家事夫となり、19歳まで横浜や神戸など各地の寄船会社を転々とする。その後1年間満州を放浪した後1927年に大連からシンガポールへ密航し、翌年鹿児島丸で神戸に戻り、上京して国流会、 渡辺義久らの世話になる。1929年に渡辺が殴打される事件が起こり、その報復に犯人を襲い傷害罪で逮捕され、執行猶予4年の刑を受ける。1930年7月に愛国者の社員となり、同年11月に浜口首相襲撃事件を起こす。浜口首相遭難事件現場のプレート、東京駅、2012年撮影。浜口首相遭難現場。 東京駅、2013年撮影。1930年11月14日午前8時58分、東京駅構内にて、特急つばめに乗り込むためホームを移動中の浜口、有効首相を至近距離より銃撃、重傷を負わせる。佐合屋は銃撃直後に、周囲の手で取り押さえられ、現行犯逮捕された。佐合屋は、背後の右翼団体を票には出さず、 浜口は社会を不安に貶め、陛下の統帥権を犯した。だからやった。何が悪いと供述したが、統帥権甲板とは何かという質問には答えられなかった。浜口首相は一命を取り留めたものの、翌年、この時の傷が元で死去した。ただし、浜口首相が特殊な細菌の保有者であったことから、死因は、この細菌が傷口に侵入したことによる可能による、 ものと判断された。佐合屋は、殺人未遂罪で起訴されたが、1933年、殺人罪により死刑判決を受けた。1934年御社で、無期懲役に減刑された。1940年に仮出所している。出所した後、愛国者社長、岩田愛之助の娘婿になり子を継いで、右翼活動を続け、戦後は、公職追放を受けるが、 佐合屋義明と改名した。1954年、月明団事件の中心人物である、井上日章とともに、右翼団体後国団を結成、後に団長となる。1959年には、小玉義らがいる全日本愛国者団体会議の初代議長となる。弟子に、藤本正義がいる。極神会館のナンバー2となり、日本とオランダでキックボクシングを育てた、黒崎斗時は、 格闘技通信で母親を心配させるのが苦しくて、地元から出ようと考えた時に紹介してくれる人が、いたため世話になったが作業やより思想的教育を受けた事実はないと答えている。1972年4月死去。ありがとうございます。